チプロ野球チャンネル。はい、どうも水井です。秋季キャンプ2日目、早出に向かっております。野手はね、3組に分かれまして、この花ドームでのバッティングで、サブグラウンドでは河合コーチによる守備、あとはウエイト組ですね。レンティーからスタート。自分のフォームをしっかり整えた上で強く打つ、スイングの強さもね求めながら約30分ぐらいですね。でその後こうやって矢野コーチから自分のやりたいことをやってと号令が出まして、各自が課題に取り組む時間となりました。矢野コーチ、選手が何やりたいのかを見たかったのでねと。この後は朝食です。同時にサブグラウンド、菊田選手、門脇選手、そして中田歩夢選手、河合コーチの、ね、的確なアドバイスがとても印象的で、まあ、ついつい聞き入りながらいろんな角度から撮ってます。もうね、どこ行っても菊田選手めちゃくちゃ元気です。動画中盤ではもう阿部監督のしごきも入ります。河合コーチ、門脇は自分の課題というか苦手な部分とかも分かってるし、それを克服したいという気持ちもあると。見ていて気になる点ありますか？ボールに対して入るスピードとかをもう少し足を使って、もうちょっと早くボールに入っていけるともっと楽に投げられる。彼もスローイングが安定しているだけに、いい体勢で入って距離を詰めて早く取ってしまえばもっと楽にアウトにできると思うよ。足を使うコツはあるのかという質問。投げることも多少は考えながら距離を詰めていって、近くに行った時に細かいステップで合わせていく。そういうのを今ラーダートレーニングというか、足踏みして右足にしっかり乗せた状態で補給をするとやっていますと。こちらね、ゲッツーの入り方、セカンドからの送球を受けたショートの細かいところですが、これもまた面白い。ボールを取る際にボールの外側を内側に進むように取る。そうすると送球する方に勢いがついてくると。ほんと細かいところですが、1秒でもね、早くファーストに投げる細かなテクニックもしっかり教えてくれました。もう少し相手の動きと送球の出だしを見てベースに入っていかないと。自分の都合だけでベースに入っていって、いい体勢で行こうと思った時に悪いボールが来た時に対応できない。相手の動きとボールの出だしを見てベースに入って、少しでも自分の体勢を良くして投げる。最後は菊田選手のこのファーストの取り方まで、頭の位置とか。はい、長嶋茂雄終身名誉監督から電話来ました。多分このシーンです。ミスターから、若い人たちの手で新しい巨人を作ってほしいと激励されたそうです。阿部監督からはね、まあ伊藤キャンプほどではなくても厳しさを打ち出して頑張りますと。練習後の囲み取材で明かしておりました。阿部監督ね、ミスターからの生電話、声が元気そうで笑った時は大爆笑してくれたと。激励いただいたので本当にありがたいですね。話すのは本当に久しぶりでした。
よかったです、今日は。神様ですと。その後、安倍監督、だからじゃないんでしょうけど、動き始めました。で、キャンプ前から、菊田選手、しごきますよと言ってた通りに、まずは菊田選手のもとへ。細かいミスも許されない。セーフ、ミス、3本連続。この阿部監督がここに来たことによって、ショートの門脇選手や中山選手が盛り上げながら、楽しく、そして厳しく、ボールを追いかけました。ノッカーは河合コーチ、そして新岡ヘッド。この後外野の方に行きまして、阿部監督、監督就任初ノック。このタイミングでした。現役時は左バッターですが、ノックは右で打ちます。そしてもう微妙なコントロールも素晴らしい。狙いは秋広選手。この練習ね、逆光、太陽でボールが隠れます。でもそれ試合であるんで、その練習を。ボールを隠して取る。まあいろんなボールがありますから、いろんな打球、こうやってキャッチャーノックもあります。そしてこちらですね、午後からのフリーバッティングで、まあ6カ所に分かれるんですが、補強運動、そのコーナーに阿部監督参上。やばい、直樹さん、やばい。ご覧ください。漫才ではありません。何してんのお前。おい、終わりで、こっちからだな。これからはい、さあ、見た、もうちょい半歩前。いや、前進んでない。やばい、これ始まった。ファンの方もたくさん集まって見ております。はい、降りろ。1よし、ゲイ1、はい、ゼゼノーハゼ、なんでやばい、ゼ、はい、ゼ、やばい。この後ゼを何回言ったか。ゼ、じゃあなんでな、ゼ多い、ゼ多い、ゼ長い、ゼゼ、なんでバッティングのフィニッシュの形ですね。はい、かゼ、そう、ゼロ、RO、RO。バッティングは下半身。長いわ。長いよ。ラスト。はい。ゼ。一。ああ、ゼ一か。一から来た。ゼ。ゼ来た。阿部さん。いや。阿部さん。なんだよ。阿部監督じゃない。ゼ。ゼ。はい。ゼ。長いセガ、ゼ、やばい、
抑えてる。秋季キャンプ2日目、阿部監督、阿部監督らしくなってきました。練習終わりっすか？練習終わり？いや、転んだら3セット。あー、ついちゃった。阿部監督、今日は密着してたからね、すぐ手を抜くから、彼の課題はという、手を抜くから抜かせない、絞り上げて侍に行っていただきますよ、絞りがいがありますねと。それはもちろんだし、昨日の練習だけで3キロ落ちたらしいから、今日は6キロ行こうと。6キロ行って7キロ食べよう、言いました。奥では菊田選手。手前では黙々と直樹選手。ね、このフィニッシュの形、さっきと同じですね。確かに。ここで止める。低く。二軍監督時代からやってる練習法です。僕もやったことあります。きついです。とにかくきついです。手前では湯浅選手、黙々と補強トレーニング。まあ、二軍監督時代から、まあ、秋広選手を見ながらこういう感じでやってきました。で、今年打率2割台、2割7分台、ホームランも2桁、来年はね、もっと中軸を打てるようになってほしいという愛の鞭。今日はね、中畑さん、OB 会長いらして、こちらも激励いただきました。はい。よっしゃ。引用して大丈夫。巨人軍、活気づいてきました。長嶋さんのね、生電話、驚きましたが、阿部監督大変喜んでましたんで、そこからさらにエンジン加速。はい。また明日よろしくお願いします。